静かりんの自己紹介動画。みなさん、こんにちは。静かりんです。グッドハロー。はじめましてですね。二次三次所属のバーチャルライバーとして活動していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしますね。気軽にりんちゃんとかしずりんって呼んでもらえるととても嬉しいです。YouTube での活動目標は、登録者数10万人を達成して、バーチャル銀の盾をいただくことです。頑張ります。それでは、簡単にですが、自己紹介をしてみますね。高校3年生の17歳です。電車で通学しています。好きな科目は、国語と美術、体育ですね。あくまで得意科目ではなくて好きな科目ですのでご注意を。好きな男性のタイプは、がたいがいい人ですね。腹筋とかすごい好きですよ。趣味は読書と雑貨屋さん、家具屋さん巡りですね。ミステリー系の小説が好きです。活字を目で追っていると眠くなってしまう人が多いってお聞きしますけど、私は自然と目が冴えてしまいますね。雑貨屋さんと家具屋さんはもう見てるだけですごく楽しくなっちゃいます。キュートでもアンティークでも目が保養されるものはずっと見ていても飽きないです。とっても素敵なソファーを最近発見したのですごい欲しいんですけど、お値段がとても高くて、私のお小遣いだけではとても間に合いそうにありません。アルバイトをしないといけないですね。家族構成はお父さん、お母さん、お兄ちゃん、妹の5人家族です。小動物がとっても好きなので飼いたいなって思ってるんですけど、未だにゴーサインを出してもらえません。はぁ、うさぎちゃん、ハムちゃん、カワウソちゃん。とってもざっくりでしたが、こんな感じの私です。これからよろしくお願いしますね。最後になってしまいましたが、私は生放送主体で皆さんに動画をお届けできたらいいなと思っています。試行錯誤しながら皆さんにリラックスしてもらえる配信を目指します。ライブサインが見えましたら、ぜひ遊びに来てみてくださいね。ベルマークを押していただいて、通知が来るように設定してくれたら嬉しいです。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしています。それでは、また来てくださいね。静かりんがお送りいたしました。